予選2日目の G1 浜名湖賞解説71周年記念、残す戦いはあと3つとなりまして、水面上第10レース予選を迎えています。対戦メンバー1号艇片岡正宏、2号艇島田健人、3号艇田村貴信、4号艇坪井康晴、5号艇塩田北斗、6号艇安河内翔、以上のメンバーです。コース争いに目立った動きはありません。インに1号艇片岡が向かっていきます。調率そこまで高くないモーターなんですが、ここまでの2走動きが悪くなく2着3着としています。ここは絶好枠、初勝利伺い2戦。隣の2コース2号艇島田、センター3コース3号艇田村、今日前半戦カードはまくり出しから2着連帯、このカードもキャリアボデーの交換があります。4コース4号艇地元の坪井康晴、初日はさすがのレース巧者ぶり、3着2本勝ち取っていました。5コース5号艇塩田、1走目インからシリーズ初勝利ありました。タイアウト6コースに6号艇注目モーターの1つ、37号機の安河内、オーストワーク克服なるか。角は4コース4号艇坪井、枠なりの3対3の進入スタイル、第10レースの予選、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。2コース2号艇島田、インコース1号艇片岡が好スタート、イン先制1号艇片岡、2号艇島田が刺す、3号艇田村握って、4号艇坪井刺して、5号艇塩田が狭いところをまくり出し、最内は6号艇安河内翔でバックスレッジも押し切った。1号艇片岡正宏が先頭、リードは2停止半から3停止、2番手は5号艇塩田が1停止半リード、スタートは正常。1周2マーク、2番手争い、6号艇安河内が追っつける、5号艇の塩田が握ってかわす、後方3号艇4号艇もつれ合った。上位は1番5番6番4番手2号艇の島田、絡んでしまった3号艇田村、4号艇坪井、共に立ち往生となっています。2周1マーク、先頭1号艇片岡、2番手5号艇塩田、3番手6号艇安河内、上位1番5番6番、最後方2号艇島田、4艇がスリットラを通過しています。ここでお知らせいたします。3号艇田村と4号艇坪井はともに失格、3番4番失格となっています。2周2マーク、自己艇ありますから、ここは各艇がそれを避けての旋回、トップ1号艇片岡、2番手5号艇塩田、3番手6号艇安河内、上位1番5番6番、最後方2号艇島田、4艇がラストラップ、3周目に移っていきます。から好スタートを決めました。1号艇片岡正宏が危なげなく押し切って先頭、最後のバックスレッジ、2番手は5号艇の塩田、3番手6号艇の安河内、上位の体型1番5番6番、最後方2号艇島田、3連単156、オッズの方ですが 38.3 倍となっています。絶好枠、人気に応えてのシリーズ初勝利、1号艇片岡正宏、ラストコーナー自己艇レスキューの外を回って最後の直線です。2番手5号艇翔太、3番手6号艇安河内、アクシデントありました。10レースコールです。1着1番片岡正宏ゴールイン、2着5番翔太、3着で6番の安河内、ラスト4着で2番の島田がゴール、なお3番田村、4番坪井ともに失格です。